中国産地。中国産地は、日本の中国地方の積稜をなす産地。また、中国地方最高峰の大山やその外林山の、ヒル及び、三上山は、中国産地より北に外れてできた独立峰の火山で、あり、これらは、他の中国産地の山々とは、生成過程が大きく異なる山であるが、国土地理院では、中国産地中部と分類している。 東西に長く、東はおよそ、市川、沿、山川、いずれも兵庫県付近から、西は、響き灘海岸、山口県西岸までの、約500キロメートルに及ぶ。氷の山、標高1510メートルを除くと、高い山でも、標高約1300メートルから1000メートル程度、その他は概ね標高約500メートルから200メートル程度の、比較的低い山で構成されている。 全般的に風化しやすい花崗岩が多く、侵食を受けて、小規伏の多い純平原地形を呈している。平地部は津山盆地や三次盆地など、ごくわずかな範囲に限られている。中国山脈と呼ばれることもあるが、地質学的な山脈の定義には当てはまらない。気候を分ける山地でもあり、北側は日本海側気候、南側は瀬戸内海式気候になっている。 大ね鳥取、岡山県、境及び島根、広島県境に沿って、中国山地の石稜部が並んでいる。石稜部を境として、北を山陰地方、南を山陽地方と区分する。石稜部に高い山が集中しており、主要な山には、扇の山、氷の山、奈義山、道後山、日馬山、大佐山、恐ら観山、安蔵寺山、冠山、 サビジ山、青野山などがある。赤両部の北側は、陶器の降雪が多い日本海岸気候であるのに対し、赤両部南側は、年間通して温暖で、降水の少ない瀬戸内海式気候となっている。赤両部を挟んで南北に標高400メートル前後の高原地形が広がっている。特に、 島根県西部の岩見高原と岡山県から広島県東部に至る木尾高原がその代表である。この高原地帯は大小河川による侵食が進行しており、平地部に乏しい。顕著な平地部は津山盆地、三次盆地程度であり、あとは微小な盆地が見られるに過ぎない。中国山地に発する最大河川は豪の川であり、赤稜部を越えるほぼ唯一の河川であり、 赤稜南部にも広い流域を持つ。河野川源流域は平坦な純平原地形となっており、瀬戸内海側河川との河川争奪痕,痕跡が多数見られる。その他、中国山地に源流を持つ、主な河川には、千代川、日野川、日井川、高津川、阿武川、吉井川、旭,川,旭川,川,川、高橋川、沼田川、大田川、西木川、千草川、伊保川、谷田川、 園山川、市川などがある。植生は、おおむね団体林、歌詞、死、クスだが、標高1000メートルを超える山々は、温帯林、なら、ブナ、カエデである。中国産地に生息する、主な哺乳類は、キツネ、タヌキ、イノシシ、ニホンザル、ツキノワグマなどが挙げられる。特に、ツキノワグマは、主な餌である好みの不足、生息地の分断化と縮小。 死療圧、駆除圧などにより保護が必要とされている。特徴的な両生類には、大山サンショウ鳥取県、兵庫県、広島県、岡山県がある。中生代以前、中国産地は存在しておらず、日本列島のある場所は海であった。中国産地の形成は、新生代中心夜に起こった日本海拡大による、日本列島の原型誕生後、後期中心夜から、 先進予にかけての広域的な隆起による海洋プレートが大陸プレートの下へ潜っていく際、プレート上の海底堆積物が大陸プレートに孵化していく。これを孵化体という。前にできた孵化体は後からできた孵化体に押されて大陸プレートの下部へと追いやられる。そして地中深くなると高い圧力により変成作用を受け、変成岩となる。 中国山地で最も古い歴史を持つのは、古生大石炭紀約3億6千万や2億8千万年前に、アジア大陸東園に形成された、秋吉隊と呼ばれる付加体だったと考えられている。秋吉隊は、地中深くで低温高圧の変成作用を受けた後、古生大末期中生大初期の秋吉造山、運動によって隆起し、陸地となった。秋吉隊を起源とし、 低温高圧の編成を受けた編成体を三軍数を編成体と言い,い、現在では主に北九州地方三陰地方に分布している。秋吉造山運動によって一旦流起した陸地は次第に沈降していき、再び海底となったが、中世代後期の白亜紀に入ると、アジア大陸東園でマグマが上昇して、作り山運動が活発となり、 再び陸地が形成された。これを佐川つり山運動という約一億年前に起こった。約八千万年前前後には火山活動が激化し、カルデラが複数形成されたほか、この時期に形成された火砕流堆積物が現在の国産地を広く覆っている。また、白亜紀の一つ前のジュラ紀に形成された深帯が地中深く潜るよりも前に、 上昇したマグマの熱による高温低圧の変成作用を受けた。これによる変成体を両家変成体といい、現在では主に瀬戸内海沿岸に分布している。佐川作山運動の時、上昇してきたマグマは、冷えると花崗岩になった。中国山地に多く見られる花崗岩はこの時形成されたものと考えられている。中国山地の花崗岩は大きく、 山陰花崗岩、山陽花崗岩、両家花崗岩に区分される。このうち山陰花崗岩は地鉄鉱を多く含んでおり、これが風化して堆積した砂鉄は中国産地におけるたたら製鉄の森をもたらした。花崗岩は風化、侵食の作用を受けやすい。そのため、白秋以降の大陸島塩部は侵食作用により新生代第三期にかけて純平原化が進んでいった。 中国山地には海岸上の大地形がよく残存している。道後山付近の標高1200メートル前後に純平原地形が見られ、これを道後山面という。その西側には標高800メートルから400メートル前後の岩見高原があり、南側にも同じく標高800メートルから400メートル前後の木び高原があるが、いずれも起伏の小さい純平原地形である。 これを、キビ高原面という。三者とも、中心夜半ば、約1600万年前頃に、当時の海面に近い高さで形成されたと考えられているが、それに、先だって前期中心夜までに低平な原型ができていたらしい。1600万年前頃には一時期暖かい海の侵入があり、この海に堆積した地層が、キビ高原面上に、さらには、 道後山面のある標高1000メートル付近にまで残っており、この地層の堆積以降に広域の隆起があったことがわかる。後期中心予以降、段階的な隆起が始まり、中国山地の誕生が始まった。中国山地全体が隆起したが、キビ高原の南側は隆起が活発でなく、侵食を受けて、小規孵化が進んだ。これを瀬戸内面という。このように、 中国山地は、道後山面、木び高原面、瀬戸内面といった、海岸上の大地形となっている。中国山地の河口岩は、風化してマサ、マサゴと呼ばれる砂流となる。マサの地盤は、非常に、不安定で、土砂崩れを引き起こしやすい。そのため、中国山地は、砂防区域が多い。河川に大量に流れたマサは、海へ出ると、砂浜や砂丘を形成する。 鳥取砂丘や瀬戸内海の白書聖章は、花崗岩を起源とするまさによるものである。中国山地における人間活動の痕跡は、旧石器時代に遡る。大石橋、広島県の遺跡から、旧石器時代のものと考えられる遺物が出土している。その後の縄文時代についても、大石橋を中心に、複数の遺跡が発見されている。 弥生時代の中国産地の遺跡からは、縦穴式住居跡、道剣、銅卓などの祭祀具、高地性集落跡などが発見されている。さらに、古墳時代になると、津山盆地や山寺、昭原盆地に古墳が作られている。このことは、中国産地においても、主張層が出現するだけの社会が形成されていたことを意味する。古墳時代頃に、大陸から、 製鉄技術が伝来したとされているが、花崗岩に含まれる磁鉄鉱を資源として、中国産地でも製鉄が始まっていたのではないかと考えられている。当初、中国産地の製鉄は鉄鉱石を原料としていたが、平安時代豪路から砂鉄原料へ変わっていった。そして、砂鉄を使用した製鉄は、たたら製鉄という方法に発展し、中世から近世まで続いた。 映画、もののけ姫は、中世の中国産地を舞台としており、タタラ製鉄も物語の重要な要素として登場している。中国産地におけるタタラ製鉄は、川底の砂を籠でさらい、砂鉄の実を抽出していた。この潜ささらいは、川口付近の砂浜形成の原因となったとも言われ、日川の河口が、出雲大社付近から、新宿へ移動したこと、 日野川川口付近から弓ヶ浜が伸びていることなどの原因の一つに製鉄のための千砂さらいがあったとする見解もある。また製鉄に必要な新炭の供給のため多くの木々が伐採され、日馬山周辺を中心に毛なし山という山名が複数見られる。平安時代に始まった山岳仏教は中国山地の特に山陰川で栄えた。 豆乳道で知られる産物寺や大仙山麓に建てられた大仙寺などがその代表である。鎌倉時代になると中国産地の各所で荘園が開発され、関東武士たちがシンポジ島として移住し、土着化した。その一例が秋の毛利氏であり、戦国時代には毛利元成が出て中国地方を統一した。江戸時代には中国産地にも新田が開かれ、 多くの水田が見られるようになった。それでも江戸期における中国産地の主産業は製鉄であり、ついで高原地形を生かした牛の牧畜だった。太平洋戦争の終結後、日本では産業の著しい発展が見られたが、中国産地は平地に乏しく、交通も不便であり、近代的な産業の発展は見込めなかった。高度経済成長期頃から若年層を中心に、 人口流出が著しくなり、廃村となった箇所も多く、過疎化が中国産地の大きな問題とされた。合わせて、高齢者人口の割合が高くなり、高齢化も問題として浮上してきた。20世紀末において、日本で最も過疎化、高齢化が進んでいた地域の一つである。その中で、21世紀に入ると、グリーンツーリズムなどの方策で地域の活性化を、 図ろうとする動きも出てきている。中国山地における交通は、中国山地を南北に横断して、山陰地方と山陽地方を結ぶ連絡路、すなわち音量連絡路が重視されてきた。中国山地における道路は、国道53号、鳥取市岡山市、国道180号、米子市倉敷市、国道313号、倉吉市福山市、 国道375号、大田市呉市、国道54号、松江市広島市などがあるが、いずれも音量連絡路である。高速道路では、まず、中国山地を東西に従官する中国自動車道が整備された。これにより、中国山地における交通事情が大きく変わった。詳細は後述。山陽自動車道も東西従貫道であり、 中国山地の最南部を通過している。音妙連絡路としては、中国横断自動車道、米子自動車道、岡山自動車道、浜田自動車道、万端連絡道路、鳥取自動車道、松江自動車道、尾道自動車道が後に整備されている。中国山地における鉄道路線は音妙連絡線が主である。音妙連絡線を列挙すると、 万丹線、陰ビ線、津山線、地図急行、白尾線、福塩線、三重線、芸備線、木月線、西木川鉄道、山口線である。これに対し、東西住間線としては、姫新線、芸備線があるのみで、路線の重要性は、音名連絡線ほど高くない。古くは、律令制で定められた三正坂駅路があった。これは、 はりまとみまさかを結ぶ駅路であるが、現存する資料からは、古代における中国地方の交通の状況は、これ以上判明しない。江戸時代に下ると、出雲街道や銀山街道、尾道街道などが整備されているが、これは山陰地方と山陽地方を結ぶ音量連絡路としての性格が強かった。明治時代以降に敷設された鉄道も、音量連絡路の整備が、 主眼に置かれた。しかし、昭和期になり、中国地方において、最初に整備された高速道路、中国自動車道は、中国山地を東西に従環するルートを通った。これにより、従前、中国山地の住民は、音量連絡路、一般道や鉄道から、山陽の主要都市に出てから大阪、または九州方面へ向かっていたのが、直接、 大阪や九州へ行くことが可能となり、従来の音量連絡路、特に鉄道のシェアを奪った。21世紀前期には、高速道路の音量連絡路が整備される予定である。中国新聞によると、中国山地にあたる161旧市町村、平成の大合併前の区分の人口は、2015年、住民基本台帳をもとに算出すると869,935人に、 なる1965年国勢調査では同じ区域に136万288人が住んでおり50年で約49万もの人口が減少したことになる中国産地における人口減少の様相は時期によって異なり高度経済成長期にはどの市町村でも激しい人口流出が起こっていたその後は人口流出が 穏やかになり1990年年代まで人口減少は比較的得られていた。2000年頃以降は市町村によって人口動態の差が顕著になり、中には移住者呼び込みなどによって人口減少を抑えている自治体も見られる。1965年から2015年の間に人口が半分以下になっている旧市町村も少なくない。しかし同じ期間でも 赤穂市旧熊山町や松江市旧や熊村など都市部に近い旧市町村にはベッドタウンとして人口を増やしているところもある。また旧三寺市、旧寺与田町など中山間地域の中心地では人口の減り方も緩やかだった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。